中岡慎太郎館近辺にある、中岡慎太郎製菓、中岡慎太郎遺発埋葬地、中岡慎太郎工学の道、中岡慎太郎の遺発墓地がある松林寺山門。中岡慎太郎館は、幕末の志士、中岡慎太郎に関する資料等について開示すべく、高知県八木郡北川村が建設し、運営する、公営施設である。1993年に開館。 1988年に中岡慎太郎生誕150周年記念を迎え盛り上がる中、ふるさと創生資金1億円の使い方について住民のアンケートを行った結果、一番意見の多かった中岡慎太郎の歴史記念館の建設に決定した。開館して約2ヶ月で入館者が1万8000人になった。慎太郎の書状や上下のほか、 土佐藩出身の陸園大使、岡田高、女関連の資料も加わり、新太郎氏後の陸園隊の活動が理解できるようになっている。また、館内では、以下のような中岡新太郎館による独自解説書が展示販売されている。近辺には中岡新太郎の成果がある。館から100メートルほどのところに、高額の道がある。また、 同じく館から150メートルほど離れた松林寺には、慎太郎の威発埋装置もある。北川村、中岡慎太郎館の設置及び管理に関する条例、広報北川397館北川村、教育委員会、1993年9月、2ページ、発行物、中岡慎太郎館、2015年8月4日閲覧、ありがとうございます。